ス4期が12月4日水曜日に配信 EP ジアイコールジアイをリリース。収録曲のモナリザを11月27日水曜日に先行配信リリースした。作詞、作曲、編曲、トラックメイク、ライブパフォーマンスまで全てを一人でこなし、東京から世界に向けて新たなオルタナティブポップスを発信している 4S4 期、読み、朝木。8月から9月にかけて、初の中国公演を含むワンマンライブツアー 4S4 期極東周遊2024、長期、猫語、ハイパーハッピーキャットを開催し、初の海外単独公演を成功させ、12月には、香港&台北での公演も決定。さらに2025年2月から3月にかけて、自身最大規模の全国ツアーを開催することも発表するなど、次々と新たな展開を見せている。10月4日に配信リリースした配信 EP 第1弾、集合体大興行、コレクティブオブセッションでは、レデマウスやアリナハムなど、国内の友達たちと、CO ライトし、第三者とコラボレーションした時の爆発力を見せつけた、4S4 期。今回リリースが決定した配信 EP、ジアイイコールジアイは、4S4 期の異彩を語るには欠かせない、すべてを一人で完結できる能力に特化した全4曲を収録。作詞、作曲、編曲、トラックメイク、歌唱、パフォーマンス、プロデュースのすべてを一人で完結できる 4S4 期の能力に、オールセルフプロデュースの作品となっている。オールセルフプロデュースによる EP は2021年にリリースしたアンデッドサイボーグ以来3年ぶり。さらに配信 EP ジアイイコールジアイに収録のモナリザを11月27日水曜日に先行配信リリース。本楽曲はシンプルなトラック構成により 4S4 機能持つ洗練されたポップセンスが際立つダンスナンバー。憂いを帯びたリリックと泡のように弾ける爽快なサウンドの対照的な要素の融合は 4S4 期の新境地となっており、彼女のアーティストとしての進化と可能性を強く感じさせる一曲だ。リリース情報配信 EP ジアイイコールジアイ12月4日水曜日リリース。収録曲1、自画参加2、モナリザ3、失楽園仮説4、極悪人配信 URL、プレ、アド、プレセーブ、https://lnk.2/jiai=gi 先行配信リリース、モナリザ11月27日水曜日、リリース配信 URL、https://lnk.2/4s4ki、モナリザライブイベント情報 4S4、キワンマンライブツアー2025、4444年、C4 に、16日曜日北海道、キューブガーデン会場17時30分開演18時門、マウントアライブ0503504870、平日11時-18:00-22土曜日愛知、名古屋クラブクワトロ会場17時開演18時門、ジェールハウス0529366041、平日11時-15:00-24、合宿福岡、エボル会場17時30分開演18時門、BEA0927124221、平日12時-16:00-03、一土曜日宮城、スペースゼロ会場17時30分開演18時門、GIP 問い合わせフォーム、https://www.gip-web.co.jp/t/info 平日10時-18:30対応3、9日曜日大阪、ビッグキャット会場17時開演18:00門共同インフォメーション0570200088、8日祝除く11時-18:00チケット、全売券5500円、税込3、11火曜日、東京、
ゼップ新宿会場18時開演19時門スマッシュ03-3444-6751平日12時-17:00チケット全売券6000円税込み。